にゃんにゃにゃん。どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今これね、午前お昼、ちょうど今お昼なのかな、9月10日お昼に撮ってますってことで、いやね、なんか、ネット上でね、Xbox の最新版のね、新型 Xbox の発売日と価格が公式に発表されて、今ちょっとしたね、話題になっているんですよ。Xbox って、ゲームマシンの Xbox なんですけど、廉価版のシリーズ S は299ドル、まあ3万円ちょっと。そして高性能版のシリーズ X は499ドルっていうことで、こちらね、9月じゃ、ごめんなさい、11月10日に発売とね、もう公式に発表されましたっていうことで。ちょっと話題になってるんですよね。で、廉価版はね、これディスクが使えないのと、あとね、性能がですね、スペックが若干落ちるらしいんですよ。で、高性能版シリーズ X は、まあディスクも入るし、性能もね、アップしているってことで、まあ中身がどの程度違うのかね、ちょっとよくわかんないんですけど、まあそれでもね、2万ドルの開きがありますからね。2万円、約2万円ちょっと、消費税まで入れたらね、2万2、3000円違いますから、結構大きいですよね。ほぼ半額とまでいかないけど、半額に近い値段ですからね。さあ、どっちを買うかね、迷ってる人も多いと思うんですけど、でもまあ、日本人の皆さんにとって、Xbox はね、本命じゃないですよね。そう、ライバルの PS5 ですよ。で、Xbox もね、ゲームパスとか、まあ、月額サービスがありますけど、まあ、そちらもね、加入してやっていかないと、まあ、ゲームをね、本来の意味の Xbox のゲームをね、楽しむことが、最大限に楽しむことが、おそらくできないんじゃないかなと思うんですよ。で、先ほど言ったね、廉価版のシリーズ S っていうのは、PS5 におけるデジタルエディションのさらに性能を落としたバージョンに当たるのかな？で、まあ、Xbox、ついにですね、公式で、価格と発売日をね、発表されましたけど、さあ、PS5、我らが PS5、ソニーはどうするのか。でね、こんな情報が出てるんですよね。Amazon に、その PS5 のサードパーティー周辺機器メーカーがですね、なんと11月20日に PS5 用のアクセサリーなどを出品しているんですよ。11月20日。だからこのね、11月20日が発売日ではないかと今噂になってるわけですね。11月20日。で、Xbox の発売日が11月10日ですから、いや、10日遅れるわけですよ。さあ、これがね、どう響くか。どうですかね。ソニーとマイクロ、あ、Xbox ね、PS5 のソニーとソニー陣営とね、Xbox のマイクロソフト陣営はですね、まあ相手の発表とか価格ね、牽制しつつですね、情報を出し渋るチキンレースを今まで繰り広げてきたわけですよ。まあ、もしかしたらね、今頃ソニーはこの情報を、Xbox の発表を聞いてですね、いや、緊急会議開いて、やべえよ、やべえよってね、言ってるかもしれないですね。で、発売日、もう多分11月20日に、まあ、内々にね、決まっていたとしたら、発売日の前倒しと、あと価格がね、少し高めに設定されていたら、その価格の見直しもね、今議論している真っ最中なのかもしれません。まあね、どうですかね、皆さん、どうする PS5 いくらぐらいまでだったら買いますか？まあ、といってもね、ゲーム機だからね、パソコンじゃないから、まあ、ゲーム機ってどんな高くてもね、5万円切らないと厳しいと思うんですよね。5万円、もう今ね、このコロナ禍において結構皆さんね、経済的にダメージ食らってますから、やっぱこう、出せるお金、可処分所得っていうのも随分減ってますからね。仕事を失ってる人も多いですし、やっぱね、10万、20万になってくるとね、これ厳しいと思うんですよ。まあゲーム機だからね、やっぱり5万は切らないと厳しいでしょうね。でも PS5 とか Xbox の性能、その同じぐらいの性能を持ったゲーミング PC って、だいたいね、20万円以上するんですよ。まあグラフィックボードとかね、CPU とかを集めて組み立てたとして、安く見積もってもね、20万円はくだらないんですよ。レイトレーシングとかね、そういったもう高機能が使えるようなグラフィックがね、ものすごいことになってるんで、まあ、10万、15万のパソコンではね、今のところ、それを再現するのってね、レイトレーシングをね、表現するのって無理なんで、
まあね、20万以上、本来20万以上するものをね、5万円で売らなきゃいけないから、なかなか厳しいと思うんですけど、まあいかにしてね、どうやってじゃあ儲けていくかって話なんだけど、今後はこういったね、ゲーム機を安く売って、月額サービスで儲けていくというビジネスモデルになっていくんじゃないかと思うんですよね。まあ、例えばプレイステーションだったら PS プラスとかね、PS Now っていう、まあ、いわゆるサブスクですよね。サブスクリプション。月にいくらかかね、数千、千円、二千円払えば、まあ、ゲームやり放題とか、通信ゲームができるようになるとか。まあ、これ二つ入るとね、まあ、それなりに数千円ってかかりますから。まあ、でも毎月毎月ね、ソニーはそのお金が手に入るわけで。だからね、多分こういったサービス、で、儲けていくっていうビジネスモデルをメインにしていくんじゃないかなと思うんですよね。まあ、つまり逆を言えばね、これらのサブスクに入らないと、加入しないと、実質ゲームが楽しめない、そういうシステムになっていくんじゃないでしょうかね。もう例えば今 PS5 ってさ、デッドバイデイライトとか PUBG みたいなゲームやるときは、最低でも PS プラスに入らないと対戦ができないんですよ。これ PS プラスに入らないとね、いわゆる一人用ゲームしかできないのね。対戦ゲームっていうのは今できないんですよ。まあね、だから今 PS プラスって月800円ぐらいなのかな？まあ1年ね、まとめて契約すれば、まあ500円ぐらいとかなるのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ安くね、まあ少し安くなるんでしょうけど、まあそれでもね、数百円ってかかるわけで。これゲーム、まあゲーミング PC、僕らみたいなね、ゲーミング PC だと、そういった、お金は発生しないんでね。まあそれでもね、月々いくらって払うって結構な、負担ですよね。ゲーム機、まあ、5万円もね、安いとは思わないんだけど、5万円払ってね、月々1000円、2000円って払っていかないと、まあ、実質対戦ゲームが楽しめないっていうね。まあ、そういう風になっていくのかなと思います。まあ、このね、いわゆるゲームのサブスクリプションサービスって、まあ、他はね、Apple とか Google とかね、NVIDIA なんかもね、始めてるんですよね。だから今ね、このね、ジャンル、サブスク、ゲームのね、サブスクサービスって、もう競争激化しているわけですよ。まあ、今後はね、アマゾンも参入してくるっていうらしいですから いや、とんでもないですよね。まあ、そのうち、ディズニーとかね、ネットフリックスとかもね、もう参入してくるかもしれないですよね。まあ、ゲームって今ね、ゲームっていうサービスは、コンテンツは、もう今もう映画とかを超える一大市場になってますからね。パイが大きいんですよ。だってさ、ゲームのレビューとか、映画のレビューとかやってもさ、再生数なんてあんま稼げないけど、もうゲームとかになるとね、もう全然こう違いますもんね。再生数もチャンネル登録者数も。やっぱゲーム実況の市場ってめちゃくちゃ大きいじゃないですか。まあその点映像とか映画とかドラマってね、まあなんだかんだ言いながらパイは小さいですよね。まあだけどね、何でもかんでもね、サブスクの世の中になっちゃいましたね。僕もいくつかサブスク、ネットフリックスとかやってるんですけど、今いくつやってるのかもうわかんない。忘れちゃってるよね。もう気がついたら使いもしないサービスに月額払い続けてるみたいなことになってんのかな。例えばね、この漢字変換ソフト Atok ってあるじゃないですか。この Atok ですら今サブスクですからね。まあ僕は月額サービス入ってやってるし、あとこのね、動画編集、僕は今なんだったっけ、この動画編集ソフト、あ、パワーディレクターだ。パワーディレクターも今サブスクなんですよ。だから月額払ってね、このパワーディレクターを使って編集してるんですけど、まあほんとね、何に加入してるかっていうのをちゃんと把握しておかないとね、気がついたら使ってもないサービスにいつまでもね、数百円、数千円ってお金を払い続けるってことになりかねないわけですよね。まあ逆を言えばね、サービス側もね、それを狙ってるんじゃないかと。うっかり加入、退会し忘れた、会員っていうのもね、一定数いると思うんで、まあ、そこからね、お金をしこたま、かすめ取って巻き上げてね、私腹を肥やして太っていくみたいなね、そんな感じになってんじゃないですかね。なんたってね、いきなりステーキがサブスクやりましたからね。あのサブスクひどかったよね。あれ、サブスクじゃねえよ。あれ、単なるクーポンだよ、あんなの。まあ今日はね、まあ、こんな雑談動画になっちゃってますけど、皆さん PS5、まあ、もしくは Xbox 新型のね、シリーズ S とかシリーズ X 買いますか？まあ僕はね、どうしようかなと思ってるんですよね。PS4 と Nintendo Switch Lite はね、発売日に買ったんですよ。まあ僕どちらかというとアーリーアダプターな人間なんで、結構ね、出たら買っちゃうんですよね。だけど全然使わなくて、埃をかぶってる状態っていうことがあって、 PS4 もね、当初買った時は、発売日に買ったんですけどね、まあほとんどゲームプレイすることなかったですね。だってやるゲームないんだもん。
ねえ、もう任天堂スイッチライトに至ってはですね、発売日に当日に買ったんですけど、あれちょうど去年の今頃だよ。で、サブスクも入りましたよ。任天堂サブスクも1年分まとめて入ったけどね、結局デッドバイデイライトのために買ったんだけど、プレイしたのって全部合わせてもね、1時間ぐらいだよね。1時間ぐらいしかプレイしてねえよみたいな。任天堂スイッチもね、もう完全ほこりかぶってますよ。だからもう、こう充電もね、ずーっと充電も外しっぱなしなんで。なのにね、ニンテンドスイッチライト今売るとさ、まあ、定価ぐらい、定価以上で売れたりするんで、まあ、売ろうかな。でも売るのめんどくさいんだよね。かといってあげるのもね、あ、人にあげるって気分にはならないんだけど。まあ、そんなわけでね、PS5 なんですけど、まあ、買うかどうかね、ちょっと迷ってます。まあ、予約もね、多分激戦になっていくんで、まあ、予約は一応できたらするかな、ビッグカメラあたりでね。予約はしておくけど、買うかどうかは未定ですね。まあ、ただね、ゲームチャンネルとか、ゲームの動画を作ってる人は絶対必須ですよ。買った方がいいと思う。買えば元取れるんじゃない？ねえ。やっぱり再生数も稼げるだろうし、まあ、PS5 買いましたっていう動画だけでもね、かなりの再生数稼げると思うんで、まあ、ゲームチャンネルやってる人はね、まあ僕も一応ね、ゲームに関するレビューとかやってるんで、まあまあ、それはそれでね、それなりの、パフォーマンスはあると思うんですけど、で、今僕ね、ゲームは基本ゲーミングマシンなんですけどね、3年以上前、3年前の5月に買ったのかな。はい。当時としては最高スペックの一番高いゲームマシンでしたね。なんだったっけ、グラボがね、GeForce の 2080Ti ですよ。当時もうグラボだけで10万超えてましたからね。で、CPU はね、Core i7 の 7700K です。K がついてるね。オーバークロックができるやつ。当時としてはもうね、最高スペックだったんですけど、3年経って今どうかっていうと、まあ、全然使えますね。まあ、4K とかにしなければ、どんなゲーム、今の最新ゲームでもね、一番高画質、最高画質でも十分フレームレート出せます。高いフレームレート出せます。まあ、僕の、モニターって、4K じゃないし、フレームレートもね、60までしか出せないんで、もう十分なんですけど、まあ、3年前のね、最高スペックでも、多分、今のゲーム、普通にできますね。まあ、レイトレーシングとか、そういうのはちょっとできないんですけど、まあまあまあ、困ることは全くありません。デッドバイデイライトもね、最高画質でやってます。フレームレートも非常にね、60。まあ、僕のモニターの場合60なんでね、全然問題なくできますけど、まあ、当時ね、あれも30万近くしたのかな。まあ、30万もしないけど、そのぐらいしましたよね。で、最近はね、今、グラフィックボードは、最近こう、RTX3080 番台がついに発売されましたよね。3000番台がね。なんかめちゃくちゃスペック高いらしいですよ。で、僕のね、2080Ti なんですけど、まあ、グラボ？僕のパソコンだと、スペック的には、多分 PS5 にね、ほぼ追随しますね。まあ、フロップ数と見るとですね、まあ、なんとかテラフロップってあるじゃないですか。PS のテラフロップって、まあ、いくらだか忘れちゃったけどね、まあ、僕のパソコンとね、ほんとちょびっとしか変わらないんですよ。つまり、3年前の、最高スペックのパソコンよりちょっといいぐらいじゃないですかね。まあ、このテラプロフロップっていうね、基準、まあ、どんなものか僕もよくわかんないですけど、まあ、それだけではね、すべて推し量れない部分があるんですけど、まあ、一つの指標ですよね。まあ、ちょっとした指標にはなるんですけど、僕の3年前のパソコンがですね、最高スペックのパソコンが、ちょうど PS5 のね、まあ、ちょっと落ちるぐらいの、ね、スペックに、まあ、PS5 はね、そこに、まあ、レイトレーシングとかもついてますし、あとやっぱね、PS5 だとゲーミング PC の大きな違いって何が違うかっていうと、結局 PS5 っていうのはゲームに特化してますから、もう PS5 のためのプログラミングなんですよ。 PS5 に特化した、ゲーム、要するに PS5 に合わせて作られるので、まあ、PS5 のねスペックが発揮されるわけですよ。でもゲーミング PC って、まあ、いろんなほらメーカー出してるでしょ。もう部品も人によって違うじゃないですか。まあ、その時の最高性能のね、ゲーム PC みんな持ってるわけじゃないんで、まあ、比較的数年前のパソコンの性能に合わせてね、作られるんで、まあ、大体
ね、そのパソコンの性能が 100% 発揮されるってことはないんですよ。要するに最適化されてないんですよね。だけどゲーム機っていうのはそのゲームにもうめっちゃ最適化された状態で作り上げられるので、そのゲームのね、その当時の、まあ、いわゆるスペックの、なんて言うんだろう、技術の最高機能でね、最高に発揮された状態、最高性能で発揮された状態で、ゲームが、プレイできるので、まあ、一概にね、ゲーミングマシンとゲーム機を比べる、いや値段で比べる、テラフロップとかで比べてもね、あんまり意味がないのかなと思うんですよ。だからそういう意味ではね、ゲームをするためだけだったらね、ゲーミングマシンよりはやっぱりね、ゲーム機 PS5 買った方がコスパは圧倒的にいいですよ。だって月額払ったところでね、ゲーミングマシンって月額はいらないんですけど、まあ20万30万しますからね。要するに PS5 と同等のものを買おうと思ったらね、20万以上出さないとまあ無理ですから、まあその差ね、価格差考えたらね、月額のサブスク入ったところで全然元取れるっていうのは、ね、もう全然開きが大きいですから、うん、だからまあね、PS5 ゲームをやるってことを考えたらね、 PS5 買っておいた方が、まあ、PS5 の方がコスパいいんですけど、今後ね、ゲーム配信をしたいという YouTube やりたいとかゲーム実況やりたいっていう人はですね、僕はゲーミング PC 買った方がいいのかなと思いますね。まあ両方、まあね、PS5 も、まあ、PS5 専属の専用のソフトとか出るんで、まあ、結局ゲーム実況やるような人っていうのはね、今後はゲーム機も必要だし、あと高性能のゲーミングマシンもね、必要になってくると思います。どうしてもね、動画編集って、やっぱゲーミングマシンじゃないとね、本当にもう時間めちゃくちゃかかっちゃったりとか、あとね、編集ソフトが落ちちゃったりとかしやすいんで、スペックが足りなくてね。なんで、ゲーミングマシン、やっぱりこう、YouTube やる人とかはね、ゲーミングマシンは買った方がいいと思いますよ。はい。それも含めてね、これからってやっぱりね、動画ネットで動画配信していくっていうことがもう必要とされる時代になっていくと思うんですよね。もう今さ、コロナ禍でみんなね、可処分所得めちゃくちゃ落ちてるじゃないですか。で、普通に会社勤めしたとこでね、もう今後ね、会社勤めをしたとこで手堅い生活費をね、まあ、余裕を持った生活費っていうのは手に入らない時代になってくるわけですよね。まあ、生活するのがギリギリみたいな。なんで、やっぱりどうしてもプラスアルファね、欲しいじゃないですか。まあ、その場合、バイトとか副業とかしていくわけなんですけど、まあ、肉体労働って現実的には厳しいんで、まあ、何らかこう、ネットを使ったね、副業で儲けていく、稼いでいくっていう時代が来るんですけど、こうやって一番いいのがね、一番まあ手っ取り早いのが YouTube だと思うんですよね。動画配信して、自分の持っている情報を提供していくことでね、まあ、広告費なり、まあ、あとはメンバーシップなどで稼いでいく、あとオンラインサロンなどで稼いでいくっていう技術、スキルがね、今後は必要になっていくんじゃないかなと思うんですよね。だから今のうちですね、ゲーミング PC を買って、まあ、そのスキルをね磨いていった方がいいと思いますよ。はい。まあ、今後ね、まあ、作家する、まあ、作家ミステリー作家とかね目指す人もそうなんですけど、まあ、作家はねテキストが主体なんでね、高性能パソコンはいらないって僕もずっと前から言ってますけど、いや今後はもうね、やっぱり作家もね、発信していく時代なんで、それもテキストによる発信ではなくてね、動画による発信をしていかなければいけない時代になっていくと思うんですよね。こうやって YouTube でね、自分、作家自身、あと作品をアピールしていかなければね、なかなかこう、戦っていけない時代になっていくのかなとか思うわけですよ。発信していく時代になっていくのかな。はい。というわけでね、取り留めもないことダラダラと語ってしまいましたけど、皆さん PS5 買いますか？はい。コメント欄にね、いろいろこう PS5 買う理由、買わない理由なんかをね、書いていただけて盛り上がっていただけるとね、すごく嬉しいです。ということで、はい。今日はここまでにしたいと思います。夜はまたね、映画レビューをね、映画レビューの動画出しますので、そちらも楽しみにしていてください。今日はね、新作映画、日本映画をね、レビューしたいと思っておりますので、そうね、夜6時、7時あたりにね、動画アップする予定ですので、よろしくお願いします。ということで。はい、今日はここまでにしたいと思います。じゃあね、バイバイ。にゃんにゃにゃん、また後、夜お会いいたしましょう。